サラン峠は、アフガニスタンのヒンドゥク州山脈にある峠。サラング峠とも表記される。標高4000メートル級の山々が連なる合間を、縫って道路が連なる。サラントンネル首とカーブルの北、約100キロメートル。首都と北部の要衝、マザーリシャリーフを結ぶ街道に位置する。数少ない交通路として、古くから往来が活発であったが、一方で、 険しい地形のため冬季間はもちろん通常時でも自動車の通行は困難であった。このため1964年には隣国であったソビエト連邦の支援により数本のトンネルが建設され冬季間の通行も積雪や天候などの条件が良ければ可能となった。最高値に位置する全長。 約2600メートルのサラントンネルの標高は3363メートルで世界最高値に設置されたトンネルとされている。皮肉なことに1980年代、ソビエト軍はトンネルを通って首都へ進行した。トンネル内外は厳しい気象条件や幾度の戦闘で荒廃している。特に、陶器はトンネル内部の漏水や車両から持ち込まれる雪で、 路面がアイスバーンとなり、通行が困難となる。2004年の段階では、車両が対面通行ができる状態ではなく、確実単位での交互通行となっている。2013年2月より、アフガニスタン国際治安支援部隊が、金融支援を行い修復工事が行われた。当時配信された、トンネル内部の写真からは、 トンネル内部のコンクリートに大きく亀裂が入り多数の穴が開いている状態が確認できる。非常な急峻な地形ゆえ、道路は境外で線形は厳しく、交通事故や転落事故は絶えない。特に冬期間は雪崩が多く発生し、死者が出ることもある。アフガニスタンにおける地震災害に対する緊急援助について、外務省、国別地域別、 政府開発援助ホームページ。2018年3月22日閲覧。アイス司令部アフガニスタンの山岳地帯最長のトンネル修復で金融支援。スプートニク。2018年3月22日閲覧。アフガニスタンの会、アイウィットネス。クランブリング、アフガンライフライン。 bbcnewshttp コロンスラッシュスラッシュニュース b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュサウスアジア 2181503stm ハットアフガニスタンでなだれ相次ぐ166人死亡日本テレビ http://www.news24.jp:/articles/.2010/.02/.11/.10153356.html2011 年2月9日閲覧。ありがとうございます。